イエース行ったろ。行った行った行った。行った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 。あの濃厚接触しないようにイエース。あ、再スタートですね。はいはい。2本目です。2本撮りです。濃厚接触しないように、ソーシャルディスタンスを瀬谷さんと保ちながら、本当に人の少ない山の中でもすごく環境のいい、フォレストバイクで今日は、e バイクの試乗と、ちょっと遊んでます。そしてですね、報告があります。SBC でですね、新しい車用車を、会社の車です、増やしました。こちらです。じゃーん、だーん、こちらです。ちょっと瀬谷さんと一緒にぐるぐる回りながら、こんな感じで名前を隠して。US トヨタのタンドラ2007年型がベースになってます。セントラル自動車さんというビルダーさんが作った、エクスクルーザーというキャンピングカーですね。ボンネットのある、なおかつこうキャビンとそれから運転席が、まあ、居住スペースと運転席が行き来できるモデルになってます。じゃあ瀬谷さん、ちょっと中入ってってもらっていいですか。はい、開けちゃっていいですよ。開けちゃっていいですよ。開けちゃうとですね、まずここ、その開けた扉は、そこのフックを開けてもらうと、そう、フックを開けてもらうと固定します。そうです、固定します。で、固定するともう動かない。で、そこにスイッチがあって、一回ステップ出し入れしてみましょう。それです。それを上げ下げすると、で、これで、入り口が。ね、で、まあ、靴脱がないでもらっていいよ。そのまま上がっちゃいましょう。あ、でももうちょっとできた。で、そのまま。はい。お邪魔しまーす、はい。と、なるとですね。中はこんな感じで、なっております。窓、カーテン開けちゃいましょうね。はい、就寝人数は5人寝れるような形で、ここの、まあ、今、瀬谷さん座ってる、瀬谷店長座ってる座席は回転台座になってて、正面向くこともできます。テーブルも取り外しができます。で、一応ね、冷蔵庫とか、実はね、そこの扉開けるとね、電子レンジもついてる。おー、電子レンジが出てきた。はい、電子レンジ。食事困らず。はい。IH もついてる。お湯も沸かせる。そうですね、サブバッテリー2個ついてて。で、エアコンもついてる形。夏はエアコン大事。そうですね。エアコン大事で。こういった形でエアコンもついてます。ベッドの方もこんな形でですね。今ちょっと荷物入っちゃってますけど、こんな感じで、十分就寝できます。そして、ここはトイレと、シャワーも、簡易シャワーも一応使えるスペースですね。という感じでですね、例えば電源を入れて、室内灯、電源を入れるとですね、これは外に、こっちで内気に入ってくる感じかな。内気もできる、うん、内気、外気、回気ができるような形になってて、で、こっちにも、それが、ついております。こんな感じですね。ちょっと今、乱雑ですけど。あっという間に涼しくなってきた。はい。あっという間に涼しくなってきました。で、特筆すべきはですね、実は、後ろのキャリアにありまして、やっぱりちゃんとお店で使用できるような形で、サイクルラックが、サイクルラックがですね、
4台分。室内に1台は入れられると思うというか、室内のトランクスペースに1台はバラスト入れられるので、合計で5台は積載できるので、5人5台で移動が可能です。ちょっと積んでみましょう。これね、すごい簡単で。うん、ちょっと前のタイヤを引っ掛けて、でこれ持ち上げてあげて、これを、おお、これだけなんですよ。これでロック完了ですよ。手前ですね。後ろのタイヤをあのよくあるベルクロの固定と同じで、こんな感じで、もうこれで。早い。これで1台もう引っ掛けよう。かなり行ってみましょう、うん、こんな17キロあるいいバイクであっても、そう、あの確かこれ全部で積載の最大重量でいうと90キロぐらいあったはずなんです。90キロ、4台を90キロ、ね、いいバイクを4台積載しても大丈夫なように計算は一応してるということです。な感じなので、この先みんな E バイクの時代が来ても安心してみんな E バイク買ってもらえるように、みんな E バイクで遊びに行けるように、E バイク2台、今日はこうして、よいしょ、ねえ、何、うん、全然関係ない。一応これでね、うん、問題なく、うん、はい、大丈夫です。すごい、がっちりしてる。でこれね、使わないときはね、跳ね上げて上にペタってくっついちゃう。おお、邪魔にもなる、邪魔にもなるっていうのが、うん、天井に設置するタイプだったらいつかぶつける可能性があるかも。そう僕とか運転下手だから怖いんですけど。 E バイクとかさ、屋根とかに積むの大変じゃん、うん、そこそこ重量もあるしさ。いや無理ですよ、もうダウンヒルバイクと同じ感覚でやるんだったらやっぱりヒッチメンバーが一番いいと思いまして、車用車として、車用車準備しました。はい、名前ね、名前どうしようか、せやさん。じゃあやっぱりトムさんと同じような感じで行くんだとしたら、何？これエクスクルーザーって言うんだけど、あ、これにしましょう。SBC さんっていうのタンさんにしましょう。タンさん。タンさん。タンさん、ドラさん。あ、ドラさんに言います、ね。ドラさん。ドラさんにしますね。そうしよう。じゃあ、SBC さんちのドラさんで。ドラさんで。SBC さんちのドラさんで決定ということで。パワーを感じますよ。すいません、本当皆さん。インスパイアっていうか。そうね、そうね。ただ、排気量は確かこれ 4700cc あるはずなので。はい。非常にハイパワーで。さっきね、あれの上なんだっけ、フォレストバイクなんで、行きにすごい登りだからね。全然余裕。全然余裕で登ってこれたので。まあ、ちょっといろんなところに。なおかつ4区なので。そう、4区なんですよ。雪山ですら。そう、雪山で。雪チャリをこれで行くのが非常に楽しみ。楽しみですね。もうこれで尖温泉に行くのすごい楽しみなので。そんな感じで、なかなか、いろいろ影響があってですね、感染症の、イベントが、ね、できる状態ではないですし、レーススケジュールなんかも軒並み中止になっちゃってるし、あまりいいこう話というか、あまり楽しい話正直聞かないですし、正直僕らも業務してて今時短営業ですね、大変な部分もあるんですけど、遊び心を忘れないように準備してます。そう、SBC は
アフターコロナっていう言い方じゃなく、ね、なんか最近はウィズコロナっていう言い方をしてるけども、そういう風な世の中になっていったとしても、楽しくマウンテンバイクだったり、ロードバイクのスポーツを楽しんでいただけるような準備をどんどん進めていってますので、今後収束の折には、この車が、すごく大活躍してくれると思います。これで大滝行くのめっちゃ楽しみです。瀬谷さんは多分これで大滝行くのめっちゃ楽しみにしてます。本当ですよ。もう2万の荷台で寝るのはおさらばですよ。寒い思いしなくて済むこれで。なのでそういったものを準備して待ってますので、ぜひマウンテンバイクスポーツとして楽しみたいなんてお客様がいたら、まあロードバイクもだけどね、ぜひお店の方に遊びに来てもらえればと思います。今後もこのキャンピングカーでのこうマウンテンバイクとキャンピングカーという企画はどんどんこう進めていきたいと思いますので、楽しみにしててください。よろしくお願いします。